なんか今日ね、踊りながら歌ってられるなっていう感じが私はしたんですが、皆さんいかがでしたか？拍手です。ありがとうございます。それでは神谷さん、どうでしたか、今日のステージ。ああ、もうすごく面白かったです。嬉しい一言をいただきました。もうどこから来てでもね、すごい爽やかなお二人だなと思いながら私もじっと拝見していました。で、ちょっと気になったんですけれども、アコースティックギターパーティーっていうのを行われているそうなんですが、そのことについてちょっとお知らせください。私が主催者をしていますけれども、1年に4回、3ヶ月に一遍ですね、もう64回、5回を数えますので、16年以上ですね、みんなでギターを持って集まって、車座になって次から次へとその3ヶ月の間に練習してきたことを周りでお披露目をすると、そういう、ですね、相模大野ですね、ただ会場が取れなかったりするので、今回は、この月末に、川崎市の公民館を使ってやらせてもらう。ご興味のある方は、主催者の方とか、通じてでも私の方に連絡を取っていただければコンタクト取れておりますので、ぜひ興味のある方、初心者大歓迎ですので、ぜひ参加いただければと思います。どうもありがとうございました。ジャスティンのお二人でした。では興味のある方はぜひどうぞ。さあ、続きましてはですね、小田原 BC 研究会の皆さんです。4月のリリーピッキングパーティーでは、サミーシーラーのバンジョーを堪能し、8月の宝塚フェスではシェラハルのバンドリンを堪能したというメンバーです。共に素晴らしいイベントを味わったということですので、今回のステージもとても期待できると思います。さあ、なんで笑い声が出るんでしょうか、ステージ上からおかしいですよね。ご紹介させていただきます。小田原ミュージー研究会の皆さんです。どうぞ。皆さん、こんにちは。ミュージー研究会です。短い期間ですのお付き合いよろしくお願いします。
雨、ね、久めが降っております。ダメだ、これはね、あ、これは打ち上げでやろうかなと思ってね、あの小島さんに対抗してね、久め歌ってやろうかなと思ってですね、そんな感じで、まあそれは打ち上げでございますね。サイモンとガーファンクルのコピーバンドすごかったですね。横で、ね、感動してしまいました。いいですね、ああいう美しい声が、ハーモニーがね、できると。それに次に出てきたね、我々がなんか変なおじさんと違ってね、ちょっと違うんじゃないかなと思うんですけど、1曲目はクックバードというね、曲でした。あのオズボーンブラザーズっていうね、ブルーグラスバンドがあるんですけど、その、その人たちがやってたということで、今回うちらはそのオズボーンブラザーズの曲を、半ズボンでオズボンズね、オズボーンブラザーズですね、4曲をやろうかということで、で次はね、ゆっくりな曲なんですけど、失恋のね、曲ですね。まあ寂しいね、失恋の曲でも、失恋なんかしてみたいなと思うんですけど、この年になるとね、まあ、それはどうでもいいですね。そんなところどうでもいいです、聴いてください。で、サードマン、近づかなくても大丈夫ですけどね。楽器の演奏で聴いてください。よろしいですか。スレッドライブ、
はい、どうもありがとうございましたね。拍手なんてもらっちゃってね、よかったですね。あの白滝のお兄さんね、あ、白滝じゃなかった、あ、春雨ですね、春雨につけてねえよなんとかね、白滝小僧ね。それではありがとうございましたね。また春にはお会いできるとかなりたいかなと。5月10何日だね、5月24日、全然違いましたね。まず、だそうです。じゃあ、お別れは、ちょっと軽快な曲でね、お別れしましょう。ブルーグラスエクスプレス。